皆さんこんにちは。今回の動画ではテキストで指示するだけで自動でアプリを作ってくれる自律型 AI エンジニアデビン、OpenAI の資格と言語技術を宿した AI ロボットフィギュア01、ウェブブラウザ版チャット GPT に会話検索機能を実装する Chrome 拡張機能、GPT サーチなど、ここ1週間の間にリリースされた最新の AI ツールの概要と使い方を紹介し、EU で包括的な AI 規制法が可決、OpenAI の CTO がソラのリリース日に言及など、AI 関連の最新ニュースをお届けします。それではよろしくお願いします。まずは、デビンの紹介です。AI スタートアップのコグニションは、世界初の自律型 AI ソフトウェアエンジニア、デビンを発表しました。デビンを使うと、自然言語で指示をするだけで、ウェブブラウザで情報を獲得し、プログラミング環境を構築してコードエディタでコードを書き、自動でアプリケーションを作ってくれ、ソフトウェア開発プロジェクト全体を一人で終わらせることができるとしており、X に投稿されたニュースリリース情報によると、デビンは大手 AI 企業の実践的なエンジニアリング面接に合格し、アップワークという会社で実際に実務をこなしたとしています。コグニションのニュースリリースページでは、デビンに関して、コーディング能力を競う大規模言語モデルのベンチマーク、SWE ベンチにおいて、アンソロピックのクロード2や、OpenAI の GPT-4 などの大規模言語モデルよりも良いスコアを出したとされていて、コグニションの YouTube チャンネルでは、ブログの内容を参考にして、特殊な画像を作ったり、ユーザーが要求した機能を段階的に追加して、簡単なゲームができるウェブサイトを作ったりしている動画が公開されています。これまで、デビンと同様の自律型 AI ツールも存在していましたが、コマンドプロンプトなど、いわゆる黒い画面で実行するものがほとんどだったので、非エンジニアの方はとっつきにくかったと思うのですが、デビンは自然言語で指示可能で、ツール画面にウェブブラウザやチャットなどを備えており、UI、UX もシンプルながらわかりやすいです。まだ実際に触れるデモなどが公開されていないので何とも言えませんが、早期アクセスユーザーを募集中なので、気になった方は登録してみてください。続いては、フィギュア01の紹介です。人型ロボットを開発する AI スタートアップのフィギュアは、先日、人型ロボットの次世代 AI モデルを開発するために、OpenAI との協力契約を締結したと発表しましたが、この度、その成果として、同社の X と YouTube チャンネルにて、視覚と言語を宿したロボット、フィギュア01のデモ動画を公開しました。動画の中では、人間から、何が見えますか?と質問されたフィギュア01が、テーブルの中央に皿に乗った赤いリンゴ、カップと皿が乗った水切りラック、そして、あなたがテーブルに手を置いて、近くに立っているのが見えます。と、見えたものを正確に描写して答えており、食べ物をもらえますか?という人間の問いに対して、リンゴを人間に渡したりと、まるで人間のように動作し、その後も食器を片付けたりしています。ちなみに、こういった動作は、フィギュアに搭載された、脳の動きを模倣した技術であるニューラルネットワークによって実現されたとのことです。チャット GPT 搭載とはアナウンスされていませんでしたが、フィギュア01が起動する際に、チャット GPT のモバイルアプリに実装されている、音声会話機能のようなものが立ち上がっていました。OpenAI と提携することによって、視覚と言語を獲得したことで、フィギュアの人型ロボットの進化も加速しそうです。続いては、GPT サーチの紹介です。パソコンでチャット GPT のウェブブラウザ版を利用する際に、会話履歴の検索機能を実装できる、Chrome 拡張機能、GPT サーチですが、以前このチャンネルの動画で紹介した際は、日本語検索に対応していなかったのですが、
この度日本語検索に対応しました。 GPT サーチは Chrome Web Store からダウンロードすれば利用でき、 Chrome ブラウザ上で拡張機能を有効にするとチャット GPT 画面の左上に検索窓ができるので、そこで検索するとタイトルと会話履歴に引っかかった内容を表示してくれます。チャット GPT のモバイルアプリには GPT サーチのような会話を検索する機能が実装されていますが、パソコン版のチャット GPT には実装されていないので、会話が大量に溜まっていて目的の会話を見つけたい際などに非常に便利な拡張機能だと言えます。続いてはクロード3の新モデル俳句の紹介です。アンソロピックは先日発表した同社の LLM クロード3の最速で軽量なモデル俳句を公開しました。俳句は最も性能が高いオーパスの次に性能が高いソネットに次ぐクロード3の第3のモデルで、オーパスやソネットと同じく20万トークンに対応しており、開発者向けに提供されている API の価格も他の2モデルと比べ安くなっています。俳句はクロードのサブスク有料プランで利用できるほか、パープレキシティの実験サイトパープレキシティラボスで無料で利用でき、サイト下部のフォームの上にあるタブでクロード3俳句を選択すればフォームを使って俳句でチャットできます。またアンソロピックの API のページで Google アカウントや電話番号を使ってユーザー登録すると5ドル分のクレジットが提供され、5ドル分のクレジットが尽きるまで俳句を使ってチャットや画像分析機能を利用できます。クロードの有料プランで俳句を試してみましたが、そもそもが早いソネットやオーパスに比べても回答は高速でした。画像分析能力も高いですが、文章生成能力はオーパスやソネットに分がある気がしました。続いてはイライザジャパニーズラマ 270B の紹介です。イライザは同社の開発する大規模言語モデルの最新版イライザジャパニーズラマ 270B のデモを公開しました。イライザジャパニーズラマ 270B はメタの LLM ラマ2をベースに日本語能力を拡張したもので、パラメータ数は700億となっており、イライザが公開している日本語 LLM ベンチマークイライザタスクス100では、 OpenAI の GPT 3.5 ターボシリーズやアンソロピックのクロード2シリーズに匹敵する能力を達成したとしています。イライザジャパニーズラマ 270B のデモページでは、利用規約に同意するとフォームを使って自由にチャットできます。日本の歴史や日本の文化、日本の都市、日本のアニメ、ゲームなどについて質問してみましたが、ほぼハルシネーションなく答えてくれました。なおデモページの下部には今後 API を提供予定だと書かれています。続いては YouTube 日本語再生の紹介です。英語の YouTube 動画を日本語音声で再生させる AI ツール YouTube 日本語再生が公開されました。ツールページに行って上部のフォームで見たい動画の内容を英語で検索するか、 YouTube 動画の URL を入力して出てきた動画を再生すれば、動画内で話されている英語が日本語に変換されて再生されます。対応している動画は字幕が利用できる動画だけのようです。なおこのサービスは現状無料で利用できます。ベータ版のため若干動作は不安定なのですが、不具合発生時にブラウザを読み込んで最初からやり直せば解消されます。続いてはフォトショットアクト1の紹介です。テキストからネタ系の GIF 動画を生成できる無料の AI ツールフォトショットがパワーアップし、フォトショットアクト1に進化しました。フォトショットアクト1はツールのトップページから Google アカウントなどを使ってログインすると無料で利用でき、ログイン後のページの真ん中にあるフォームに作りたい GIF 動画のイメージをテキスト入力して、フォームの右側にある矢印ボタンを押すと4つの GIF 動画が生成され、
作った自負動画をダウンロードできます。ミーム系のネタ動画を作るのに振り切ったサービスですが、なかなかクオリティが高めの自負動画が作れます。続いてはジフシフトの紹介です。ジフ動画をアップロードしてプロンプトで指示すれば、ジフ動画をアニメ風ジフ動画に変換できる AI ツールジフシフトが公開されました。ツールの裏側では、画像からアニメーション動画を生成できる AI 技術アニメートディフが使われているようです。ジフシフトはツールページに行けば登録なしで無料で利用でき、ツール画面左上にあるアップロードアジフボタンを押してジフ動画をアップロードし、ジフ動画をどのように変えたいかのプロンプトを入力してスタイルを選び、シフトザットジフボタンを押せば、プロンプトとスタイルを反映したジフ動画が生成され、作ったジフ動画はダウンロードできます。続いてはコパイロットで GPT-4 ターボが無料開放の話題です。3月13日、マイクロソフトのウェブサービス部門の責任者であるミハイル・パラヒン氏が自身の X を更新し、オープン AI の大規模言語モデル GPT-4 ターボがマイクロソフトの AI チャットコパイロットの無料ユーザーでも利用できるようになったと投稿しました。 GPT-4 ターボは2023年11月にオープン AI が公開した GPT-4 の処理できるトークン数を12万8000に増やし、ナレッジカットオフを2023年4月にした LLM です。ちなみにコパイロットで使える GPT-4 ターボは、GPT-4 ターボと Bing サーチなどを組み合わせてマイクロソフトが独自にチューニングしたモデルです。なお、コパイロットの有料版のコパイロットプロのユーザーは、今まで通り GPT-4 と GPT-4 ターボを切り替えて使うことができるようです。続いては SIMA の紹介です。 Google DeepMind はテキストで指示することで自動的にゲームをプレイできる AI エージェント SIMA を発表しました。 SIMA は8つのゲームスタジオと協力して、ノーマンズスカイ、ゴートシミュレーター3などの9つのゲームをトレーニングしており、トレーニングする際にゲームプレイの指示役と指示に従うプレイ役に分けて、指示役のゲームのアクションにつながる指示を記録して学習させたとのことです。 SIMA の現在のバージョンでは、左折する、地図を開く、はしごを登るなどの約600種類の単純なスキルをこなすことができ、将来的には必要な素材を見つけてキャンプを設営するといった高レベルなタスクも実行できるようにしたいとしています。なお、SIMA は9つのゲームでしかトレーニングしていませんが、個々のゲームのみを特化してトレーニングした専門エージェントよりも優れたパフォーマンスを示したということで、将来的には現実世界でも人の役に立つように、幅広いタスクを理解して安全に実行することが可能な一般的な AI システムとエージェントを構築したいとしています。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは EU で包括的な AI 規制法案が可決の話題です。EU の立法機関である欧州議会は3月13日、世界初となる包括的な AI 規制法案を可決しました。AI 規制法案は今後、EU 理事会による正式な承認などを経て、2026年から適用される見通しです。この AI 規制によって、具体的には企業に対して顔認識データベース作成のために、インターネットや監視カメラの映像から顔画像を収集するといった市民の権利を脅かす特定の AI アプリの利用が禁止され、 AI で作った画像や音声動画などにはラベル付けが必要になり、違反時には巨額の制裁金が科されるとのことで、かなり厳しめの規制法案となりました。続いてはオープン AI の CTO がソラのリリース日に言及の話題です。オープン AI の CTO ミラ・ムラティ氏は、
ウォールストリートジャーナルの YouTube チャンネルに出演して、先日同社が発表した動画生成 AI ソラについて語りました。ムラティ氏は動画の中で、ソラに関しては一般に公開されているデータとライセンス取得済みのデータを使って学習しており、オープン AI の画像生成 AI ダリーと同じような制限をソラにも備える予定で、リリース日に関しては数ヶ月以内、もしくは2024年中の一般公開を目指すとしました。ソラは2024年の AI 業界の目玉の一つとなりそうなだけに期待です。続いてはレイカーツワイル氏の AGI 予測の話題です。 AI 研究の世界的権威で未来学者のレイカーツワイル氏は、人気コメンテーターのジョー・ローガン氏のポッドキャストに出演し、 AI が2029年までに人間レベルの知能を持つ AGI を達成すると予測しました。さらに実業家のイーロン・マスク氏が自身の X にてカーツワイル氏の出演した動画を引用し、来年 AI はおそらくどの人間よりも賢くなるでしょう、2029年までに AI はおそらく全人類の合計よりも賢くなるでしょうと投稿しました。2023年から2024年にかけて AI 開発は加速しているので、5年後の2029年にどんな AI が登場しているか非常に楽しみです。続いては NVIDIA を作家3人が提訴の話題です。ロイターが報じたところによると、半導体大手の NVIDIA の開発支援サービスニーモの学習に著書を無断利用されたとして、作家3人が NVIDIA を相手取り、サンフランシスコ連邦裁判所に提訴したとのことです。原告の3人の作家によれば、ニーモの日常的な書き言葉の学習のため19万冊以上がデータとして収集され、その中に3人の著書も含まれていたとのことです。これらの著書は2023年10月に著作権侵害の報告があった後に学習データから削除されたようですが、削除したことは NVIDIA がニーモの学習にデータを利用し著作権を侵害したことを認めた証拠だと原告側は主張して、損害賠償を求めているとのことです。続いてはオープン AI が複数メディアと提携の話題です。オープン AI は同社のブログを更新し、フランスのルモンド、スペインのプリサメディアなどの大手メディアとパートナーシップを結んだと発表しました。チャット GPT のユーザーは今後数ヶ月の間にチャット GPT からの一部回答でルモンドやプリサメディアなどの記事の要約を読むことができるようになるようです。なお、生成された回答には記事の出どころや元記事にアクセスできる強化リンクが設けられ、それぞれのニュースサイトにアクセスして追加情報や関連記事を閲覧することが可能だとのことです。続いては堤幸彦監督の AI 映画が5月公開の話題です。トリックやスペックなどの映画を手掛ける堤幸彦監督の映画シンギュラが2024年5月10日に公開されます。シンギュラは15体の人間そっくりな AI アンドロイドが人類を破壊すべきかを討論するという AI 映画で、俳優のスピ氏が全編英語で15対15役の AI キャラクターを演じ分けているとのことです。堤監督は、日常が当たり前に AI 様に侵食される前にご覧いただきたく存じますとコメントしています。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。AI ツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。